皆さんこんにちは、P レジェンド大林です。今回お答えする質問はですね、体脂肪をつけないバルクアップの食事を教えてくださいという質問でございます。皆さん誰しもですね、筋肉はつけたいけど、体脂肪はなかなかつけたくないものですよね。皆さん気になるところだと思いますので、これについて私の個人的な見解をですね、お話しできればなと思います。結論から言ってしまいますと、体脂肪を全くつけずに筋肉だけを増やす食事っていうのは存在しないと思ってください。まずですね、前提として知っておいていただきたいのは、筋肉を増やすために必要なことっていうのは、自分が消費する以上にカロリーを取ってあげる。そうしないと、カロリーが余ってる状態でないと筋肉はなかなか増えていかないので、消費カロリー以上にカロリーを摂取してあげるっていうことが必要になるんですね。こうすることで筋肉が増えやすい、バルクアップしやすい状態を作っていくわけなんですけども、残念ながらですね、この消費カロリーよりも摂取カロリーが高い状態というのは、筋肉だけでなく体脂肪も増えやすい状態なんですね。当然ですよね。カロリーがオーバーすれば、それを体脂肪の形で蓄えようとする本能がやっぱり人間には備わっているので、どうしてもバルクアップをしようとしてカロリーを取ると、筋肉だけでなくて体脂肪もやっぱりね、ちょっとずつ増えていっちゃうものなんですね。逆にその体脂肪を増やさないっていうことを気にしすぎて、全然カロリーを取れないでいると、いつまでたっても筋肉も増えないっていうことになってしまうので、バルクアップをする、筋肉を増やすことが目的なのであれば、ある程度体脂肪が増えることは我慢していただいて、勇気を持ってしっかりカロリーを取っていただくっていうのをおすすめをします。体脂肪と筋肉を一緒に増やしていってですね、バルクアップをして、それでバルクアップが終わったら筋肉は残したまま体脂肪をずーっと削っていく。で、減量が終わったらまたバルクアップをして、でバルクアップが終わったら体脂肪だけぐーっと削っていくっていうやり方ですね。増量と減量を繰り返していただいた方が、体脂肪を増やさずに筋肉だけを増やすやり方をずーっと続けるよりもはるかに効率がいいので、筋肉を増やそうと思ったらどうしても体脂肪も増えやすい状態になってしまうんだっていうのを覚えておいてください。その上でですね、バルクアップするにあたってなるべくですね、体脂肪の増加を最小限にとどめつつ、筋肉を増やしていくためにはどういう食事をとったらいいのかというのを、これからお話をしていきます。バルクアップといってもですね、好きなだけ何でも食べたら筋肉は増えていくかというと、必ずしもそうではないんですね。食べ過ぎたら筋肉だけでなく体脂肪がどんどん増えていってしまって、ただ太っただけで終わってしまうということもあるので、やっぱりバルクアップ中であっても体脂肪の増加を最小限にとどめるための食事っていうのは確かに存在をします。では具体的にどういう食事をとっていけば体脂肪の増加を最小限にとどめることができるのかというと、基本的にはですね、減量中の食事から炭水化物だけを増やす、このイメージですね。脂質はなるべく増やさない。もちろん脂質も人間の体には絶対必要な栄養素になるんですけども、今の生活スタイルですと脂質っていうのは割と簡単に必要な量をクリアできてしまうので、体脂肪の増加を最小限にとどめるんであれば、なるべくですね、脂質の量は抑える気持ちでいていただいた方がいいと思います。特にですね、ジャンクフードとかお菓子類なんかはもうなるべくバルクアップ中でも体脂肪を増やしたくないんであれば食べない方がいいですね。やっぱりそういったものは油がたくさん含まれてますので避けていただく。これだけでも余分な体脂肪の増加っていうのはだいぶ避けられますね。炭水化物がやっぱり体を動かすエネルギー、筋肉のエネルギーになりますので、その炭水化物を増やしていくという意識で食事をとっていただくといいかなと思います。で、炭水化物の増やし方も、減量が終わったら一気にボーンって大量に取るみたいな増やし方をすると、やっぱり体が処理しきれなくてですね、体脂肪に蓄えられやすくなってしまうので、炭水化物も様子を見ながらちょっとずつ増やしていくようなイメージで食事を考えていただくと、体脂肪の増加を最小限にとどめつつ筋肉を増やしていくことができるので、減量が終わったらその食事からなるべく脂質、油の量は変えずに、ちょっとずつ炭水化物の量を増やしていくという食事を試していただくと、効率よく筋肉を増やしながらですね、体脂肪はなるべく増やさないような体の変化が期待できるかなと思いますので、ぜひ試してみてください。では今回はですね、体脂肪を増やさないバルクアップの食事についてお話をさせていただきました。他にもですね、こんなことについて教えてほしいとか、こういうことについて知りたいということがありましたら、コメント欄に書き込んでいただければなと思います。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。